次に石原伸晃さん、石原委員。身代わりしました今日令和の新時代に経済委員会で久しぶりに質問をさせていただきますことを、赤羽委員長、梶山人をはじめ同僚の議員の皆様方に感謝を申し上げたいと思います。今朝の宮崎の地震でございますが、大きな被害はないと聞いておりますけれども、世耕大臣をはじめ、政府としてですね、万全の対策をお取りいただきますように、まずこの場をお借りいたしまして、お願いを申し上げたいと思います。さて、私と中小企業政策との出会いはかなり古くなりまして、橋本内閣で佐藤慎二通産大臣の元通産政務次官をさせていただきました。当時の経済状況は消費税の増税の前でございましたので、まだまだ巡航速度でありましたけれども、地方を回らせていただきますと、本当に当時でありましてもいろいろな業種で、先ほど大臣も本当に多岐にわたるいろいろな業種がサイズがある、また業種もあるというお指摘でございましたが、ご苦労もさまざまであるということを拝察してまいりました。その後安倍内閣では経済担当大臣もさせていただき、熊本地震の後中小企業の被災された現場というものも見せていただきました。また党にあっても中小企業調査会長として、先ほど同僚の山田議員が予算のボリュームについてお話がありましたが、それなりの努力をさせていただいたわけでございます。そんな中で振り返りますと、平成始まった頃には役所に、おい中小企業はどのぐらいあるんだと聞きますと、500万以上でございます。520万ぐらいだったと思います。それが一番新しい統計で言いますと358万社ですか。ざっと考えて3割ぐらい削減、減少してしまった。中でもやっぱり私は愕然としたのは、ちょうどその政務次官をさせていただいた頃のですね、経営者の方々の平均年齢、聞いたのを覚えてるんですけども、47歳、まさに、まだまだこれから。それが直近の数字で言いますと69歳と、高齢化が進んでいるからということだけでもないような気がいたします。平成の時代はそれに合わせて阪神淡路の大震災、東日本の大震災、そして私が被災後すぐ中小企業の現場を見させていただいた、まだ復興愛途中の熊本地震、そして昨年は集中豪雨、また台風が東から西に行くといったような異常気象、自然災害が頻発したと思います。これ一つとっても中小企業を取り巻く環境というのは大きく変わってきていると思います。今回この法案の中で自然災害の頻発化やですね、先ほどご指摘をさせていただいた高齢者の方の高齢化といった、中小企業にとりまして待ったなしといったような課題を的確に捉え、それに対応するための非常に重要な法案であると認識をさせていただいております。我が国は少子高齢化、人口減少、第四次産業革命といった構造的な課題を抱え、中小企業もですね、こうした課題へ的確に対応していかなければ、いくら助成をしてでもですね、生き残ることはできないと思います。そして今後も日本経済や、ここは重要だと思うんですけども、地域社会ですね、地域経済ですね、これを維持発展させていくために、中小企業は担うですね、さまざまな機能を再認識して維持発展させていくことが私は重要であると考えております。平成から令和へ、これまでの中小企業政策に対する問題意識を踏まえ、以下質問をさせていただきたいと思っております。世耕大臣におかれましては参議院の議会があるということでございますので、冒頭質問させていただきましたらご退席いただきまして、あとは関副大臣にお任せをいたしたいと思っております。法案の背景にありますように、少子高齢化、人口減少化による日本の人口構造の構造変化、地域にとって大きな課題でありますとともに、中小企業の数の減少の一つの一因ではないかと思っております。
しかしこれをですね、なんとか構造変化をやめさせようってのは、これはまた逃げるようがあるわけではない。そうであるならば、中小企業政策ってものは現状を温存しようというものではなくて、この大きく変わる変化にですね、的確に対応できる政策でなければならないんだと思います。そのため中小企業が持ちます機能、これをどういうふうに認識するのか、そしてそれをどうやって継続発展させていくかが一つの大きな課題であると私は思っております。世耕大臣には釈迦に説法でありますけれども、中小企業ってのは、こんなところでもかって思うぐらい日本のサプライチェーンを支えているんだと思います。また先ほどからしつこいように地域って話をさせていただいてますけれども、地域のコミュニティやインフラを支えているのも実は中小企業であります。私の暮らす東京でも三多摩ではですね、生活インフラを支えるといったような中小企業も減少して、地域コミュニティの維持っていうものに影響が出ていることも事実でございます。大きな工場、古社名は言いませんけれども、それが撤退することによって周りにあったサプライチェーンである中小企業も存在が危うくなるといった問題でございます。私は今求められているのは、先ほど数がこんなに減ったという話はさせていただきましたけれども、中小企業の数を維持する政策じゃなくて、中小企業の役割ってのは一体何なんだろうか、そこに着目してそれをしっかりと果たすための支援策を作っていく、中小企業政策に明るい世耕大臣のご見解というものをお聞かせ願いたいと思います。世耕経済産業大臣。今石原大先輩に今日は答弁させていただくので大変緊張しておりますけれども、まさに今ご指摘のとおりですね、中小企業政策がやはり着眼すべきはですね、中小企業の数ではなくて、やはり今おっしゃるとおりの機能、役割だというふうに思っております。でそういう意味でどういう役割があるのかということになりますと、今もご指摘のようにですね、サプライチェーンの中で、なくてはならない、製品を、提供している中小企業の役割ですとか、あるいは地域の生活にとってですね、その企業がないとも生活が成り立たないというような役割、こういった役割をですね、やはり中小企業政策をやっていくにあたっては重視をしなければいけないんだろうというふうに思っています。でまさにその役割に着目をしているからこそですね、我々は事業承継ということで、これも数というよりはやはり機能がしっかり存続をしてほしい。だからこそ我々は親族内承継だけではなくて M&A による事業が継続していくということもですね、着目をしているわけであります。そして今回特にこの中小企業強靭化法というのはですね、災害によってその役割が途絶えることがあってはいけない。これは一時的に途絶えてしまうというようなことでも影響は非常に甚大ですけれども、私が見ているとですね、災害をきっかけにもう事業を諦めてしまうというようなことも出てくるわけでありますから、こういった役割をですね、しっかりと存続をさせていかなければいけない。そして存続するにあたってはですね、その中小企業に頑張ってくださいというだけではなくて、例えばサプライチェーンの中での役割であれば、そのサプライチェーンの頂点にいる発注元の大企業にもしっかりこの中小企業の事業存続に役割を果たしてもらう、あるいは地域であればその自治体ですとか、あるいは地域の商工団体にもですね、役割を果たしていただく、そういうことに着眼をして中小企業の災害に対する備えをですね、しっかりと行っていく、いろんな方々に参画をいただいて備えを行っていくというのが今回中小企業強靭化法の考え方であります。おっしゃるように中小企業が担うべく役割をしっかり果たせるようですね、その他の分野でも中小企業政策をしっかりと進めてまいりたいと思っております。石原委員。今世耕大臣と私の認識はほぼ一致していたと思います。機能に着目して、そして地域にどうあるべきか、これを追求していく。そして事業承継で重要な点を指摘されたと思います。この後閣論に入ってまいりますけれども、必ずしも息子さんが娘さんがいい経営者じゃない、これは中京圏を歩かせていただきましてですね、
経営者の方から聞いた言葉であります。ですから M&A あるいは仲介者が入ってですね、大企業から人を引っ張ってくるといったような幅広い人材の登用というものをやっていかないと、どんな優秀な企業でも中小企業も小規模事業者も存続をしないんだと思います。大臣お忙しいですから、お退席願いたい。それでは今回の法案の中の各論でございますが、個人事業者の事業承継を促進するために遺留分に関する民法の特例というものが盛り込まれています。この民法の特例、聞き慣れない言葉でございますけれども、相続人全員の合意があれば、後継者に生前贈与された資産を、簡便な手段で、遺留分から除外できるというものであります。これまでは実は法人の株式のみが特例の対象でした。しかし今回法制的に定義が、これ私も民事局といろいろ話をしたんですけども、難しいなと言われれば本当に難しいと思われたものを、個人事業者の事業用資産を対象とした範囲を広げるということでですね、まさに画期的な取り組みではないかと思っております。30年、一昨年ですの、税制改正で、極めた思い切った形で法人の方のですね、事業承継税制を抜本拡充はいたしました。そして31年度税制改正では、その個人版となる事業承継税制を創設したわけでございます。個人版の事業承継税制については対象資産の範囲や事業をやってない個人との公平性の観点といった論点があり、実は与党の中でも4年間にわたりまして検討項目とされてきた経緯がございます。それが今回政治の大きな決断により制度が創設されたわけでございます。そしてこの新税制と車の両輪となるのが、実はこの遺留分に関する民法の特例ではないかと私は考えております。与党の税制改正大綱ではですね、民法特例の個人事業主への拡大を検討しなければならないと指摘をさせていただき、本法案でこの特例を速やかに措置されたということは、私高く評価をさせていただきたいと思います。大変長官ご苦労もあったのではないかと思います。今後はですね、個人版事業承継税制の意味というものを本当に内容のあるものにするためにも、この民法の特例の活用をさらに促していく、個人事業者への直接的な発信というものも、先ほどご同僚の議員の中で制度が複雑で難しいというお話もございました通り、やはりしっかりと告知していくということが重要だと思います。これをどのように進めていくのか、これは長官にお聞かせ願いたいと思います。中小企業庁安藤長官。お答えさせていただきます。まさに個人版の事業承継税制の創設にあたりまして、今ご指摘のありました遺留分の特例についても万全を期すようにと、このような与党の税制大綱のいわば宿題を受けさせていただきまして、今回この法案をご提出させていただきました。これまでのご指導に大変感謝を申し上げたいと思います。今ご指摘がございました遺留分に関する民法特例も含めた個人の事業者の皆様方に対する周知の徹底ということ、これも大変大切なことだというふうに思っております。いわば制度ができればそれで自然に動いていくというものでは私どもないと思っておりまして、やはり個人の事業主、とりわけ事業承継という非常に微妙な課題でございますので、こういった問題につきまして個人の事業者の方がそれではこの制度を使ってこの機会に事業承継しようじゃないかと、生前贈与しようじゃないかというお気持ちになっていただくことが本当に大切でございます。申請手続きの分かりやすいパンフレット、さまざまな事例を提示をさせていただくようなものを、こういったものを全国1654の商工会、そして500余りの商工会議所などを通じまして個人事業者の皆様に直接お届けをさせていただきたいと思っております。また個人事業主の方に日頃寄り添っていただく、いわば支援機関の皆様方、この方々のお働きが大変大切でございます。税理士の皆様、そしてまた取引関係のある地域金融機関の皆様、そしてまた弁護士といったこういった皆様、こういった方々がいわばいい意味で背中を押していただく、
一緒になって、お考えいただくと、こういったことが大変大切でございます。こういったことへのお働きの説明会、セミナーなど、こういったことについても、ご支援をさせていただいているところでございます。いずれにいたしましてもご指摘のありました個人事業主の方にしっかり寄り添った形での丁寧な周知活動に万全を期させていただきたい、このように思っております。石原委員。今長官がおっしゃられたとおり、もちろんセミナー等々をやって広く広めるということは重要である。さらにご言及があったとおり、地域の商工会や税理士や弁護士や支援をしてくれる、もう金融機関も含めてですね、こういう方々の協力なくして制度というのは、これは長官の言葉ですけども、制度だけでは動かないと、私もまさに同じ認識でございます。そこでその今年の個人版の事業承継税制についてですね、ツールが揃ったわけですから、その申告件数も昨年のこの個人事業主ではない方の方では大幅にこう増加したと聞いております。その一方で支援機関の側にこうお話を聞いてみますとですね、やはりちょっと分かりにくいですよね、もう少し誰か説明してくれないですかね。これ専門の税理士の先生からも聞きました。第二に、その事業承継の後もしっかりサポートしてくれないと困りますよね。でそれを支援する側は、手間とリスクを考えると、これを進めようか進めまいか躊躇する、こんな話も聞いてまいりました。しかしやっぱり事業承継について考えることは、ある意味ではこれからの経営、今までの経営を見直すいいチャンスでありますので、全ての経営者の方々にこれを機会に真剣に考えていただきたいと思います。もちろんその税制を利用するか利用しないか、新しい制度を利用するかしないかということは事業者の皆様方の判断ですけれども、選択肢に加えない支援機関があるとすれば残念なことであります。そこで今後さらにですね、事業承継ってものを促進していくためには、支援機関がこの税制をしっかり理解し顧客の選択肢として支持できる、促すべきだと考えています。具体的にどんなことがあるのか、また今後どんな取り組みをされていくのか、これも長官になるんですかね、お答え願いたいと思います。中小企業庁安藤長官。事業承継税制、法人版の事業承継税制につきましては、過去11年間の利用件数が約2500件ということでございましたが、拡充をしていただいた後、昨年度だけ、昨年の4月から今年の3月までございますけれども、すでに2900件を超えるという数字になっております。10倍、単純に考えますと10倍以上のですね、ご利用をいただいておるということで、大変大きな効果を上げつつあるなという実感を持たせていただいております。で、肝心なことはこれをどういうきっかけで、あるいはどういう方がお働きをしていただいて、事業承継税制の利用にこぎつけているのかということでございます。私ども事業承継税制にあたりましては、特例承継計画というもの、これをご提出をいただくということになっておりまして、この特例計画の策定をどういった方がご支援をしていただいているのかということについて、さまざまなアンケート調査を取らせていただいております。そうしますと、やはり約7割が税理士の方からの働きかけであったということでございまして、税理士の方が大変この税制のご利用にあたって大きな役割を果たしているということを改めて認識をしております。で、また今石原委員ご指摘のように、その税制の活用にあたりましては、さまざまな声があると、現場の税理士の皆様方の中にはさまざまな声があるというのも、これも私ども事実だというふうに認識をしております。一部にはやはり消極的な税理士の方がおられるということも、否定はしがたいことだなと、このように思って、こういった方々にどのように理解をしていただいて、先ほど来お話があるみたいな個人事業主の方の、あるいは事業者の方の背中を押していただくのかということは大変大事でございます。で、私ども説明会やセミナーというだけではなくて、事業者の方に加えて、今の税理士の方を中心とした支援機関の皆様方にしっかりと理解をしていただくことが大事だと思っておりまして、いわば
しっかり頑張っていただいておられる、こういった支援機関の皆様方の取り組みの実例、あるいはどういった ある種のコツを持ってですね、事業者の方にお働きをしていただいたのかといういわば、私どもから見れば有料なケースを事例として整えてそれをどう横展開をしていくのかということを考えていきたいと思っております。いわば具体的に分かりやすい事例集の作成公表を行わせていただきたいと思っております。こういったことを通じまして事業承継税制の活用、個人版事業承継税制の新たなご利用を最大限促させていただきたい、このように思っております。石原委員、長官から数字を聞きまして、10年間で2500件だったものが1年間で2900件、これは周知したということと制度が機能しているということの表れだと思います。そして今最後にご指摘されたところは非常に重要だなと思ったのは実例集、有料ケースの実例集、分かりやすく以前確か白書かなんかでその100ぐらいのこのケースをご提示いただいたものがあったと思うんですが、あれは分かりやすかったと思うんですね。白書ものってのは誰も見ないですけど、あれだったらこうパラパラっと見て、あ、これうちのケースに合うんじゃないかってことができますんで、さらに進めていただきたいと思います。そしてもう一つ本法案の中で重要な点でございますけれども、災害があった時ですね、私も先ほどお話しした通り2016年の4月の熊本地震が発生した後行かせていただいたんですけども、大手半導メーカーであるヌネサスエレクトロンに重要部品を納めていた熊本の多くの中小企業が被災いたしました。最終的にはトヨタの生産が1週間ストップするなど自動車のサプライチェーン全体に影響を及ぼしたことは記憶に新しいことだと思っております。こういう中でもグループ補助金の活用やですね、さまざまなことによって本来ならもうこれでやめちゃおうと思ったものがリバイバルしているケースも見ました。引き続いてしっかりと支援をお願いしたいと思います。昨年の西日本の集中豪雨でも広島でございますけれども、その松田へ部品を納めている中小企業が被災して、松田のサプライチェーンというのは調べましたら従業員数でいうと100人以下の中小企業が1500周りにあるそうでございます。2ヶ月間生産を縮小してその減収額は280億、これは結構経営に響いたんではないかと思います。自然災害によりまして中小企業が被害を受けたことで大企業の生産活動はやっぱり自分たちだけじゃなくて中小企業に支えられているんだなということに、改めて気づく。ですからこれも長官おっしゃられたように大企業も中小企業の災害の備えにもっと関心を持つべきだと思っております。また生鮮食料品やガソリンスタンドが地域の生活に必要である重要インフラであるということは言うまでもないんですけれども、こういう事業者の方々が被災してですね廃業に瀕しますとその町あざ自体がですね存在しえなくなる。地域が生き残っていくためにはやはりその元であります地方自治体が中小企業対策に積極的にこれからはやはり関与していっていかなければならないのではないでしょうか。このようにサプライチェーンの維持や地域コミュニティの存続など中小企業が果たしている役割というものは極めて重要だと思います。そういった中小企業の役割をしっかりと踏まえて自然災害なのでその役割が中断されないよう普段から備えておく、今回の法案ではここも一つの大きなポイントだと思いますので、どんな制度があるのか簡潔にお聞かせ願いたいと思います。中小企業庁安藤長官。お答え申し上げます。中小企業の皆様方、小規模事業者の皆様方が担っておられる、まさに冒頭ご指摘があった機能がしっかりと維持をしていただくことは大変大切でございます。他方中小企業小規模事業者の方だけではなかなか大きな災害に対する対応能力を備えていただくことがについての限界があると思っております。で、今回の法案におきましては今ご指摘のございましたような親事業者、地方自治体、あるいは金融機関、様々な業界団体、
こういった皆様方、場合によっては経団連の皆様方、こういった方々にも入っていただいて、しっかりと検討させていただきました。で、法律の中におきまして、外部の今の申し上げましての関係者の皆様方をしっかりと協力者として位置づけをさせていただきまして、中小企業防災対策を講じます中小企業小規模事業者の方々の、一体となって計画の策定をしていただくと、こういうことは法律上の制度として、講じさせていただいております。また損害保険の活用というのはこれ大変大事でございまして、中小企業小規模事業者の方が、計画を作りいただいて、保険のリスクを低減をしていただくということを前提といただきまして、民間の損害保険におきますいわば保険料の設定を適切にしていただくと、あり手に言うと最大限引き下げをお願いをしたいと、このようなことを議論をさせていただいております。また計画の策定にあたってもご自身たちだけではなかなか困難でございますので、民間金融機関、損害保険会社、そして商工団体、こういった方々にいわば計画の策定自身をまたご支援をしていただくと、こういったような形で一体となって、関係者の皆様方や中小企業小規模事業者の皆様方一体となった中小企業の災害対策、こういったことを講じさせていただきたいと思っております。石原委員。やっぱり金融機関、そして損害保険会社も含めてですけれども、リスクファイナンスの観点から重要であるという長官のご指摘はごもっともだと思います。ただ過度にですね、保険会社に頼むということも、これまた保険会社も製品を設定してそれで利益が上がっての世界でございますので、保険力の算定等々できる限り安くはしていただきたいですけれども、商売にかなったものにしていかなければならない。損害保険の代理店の方からお話聞いたんですけど、自分が被災しても今はもう本当に査定等々にですね行ってくださっております。そういう観点からも、その中小企業のリスクファイナンス、何を期待しこれからどう取り組んでいくのか、これは金融庁の立場でどう考えるか、簡潔に金融庁をお答え願いたいと思います。金融庁中村総合政策局参事官。中小企業に関するリスクファイナンスという観点から申しますと、地域金融機関、それから損害保険会社、それぞれ役割があると思います。地域金融機関につきましては、地域の中小企業の経営課題を的確に把握して、その解決に向けた適切なアドバイス、ファイナンスを行うということが求められておりまして、災害時における事業継続の強化の対応もその中の一つに含まれております。現在地域金融機関におきましても、取引先のニーズに応じまして BCP の普及ですとか啓発セミナーの開催、それから BCP 対策に必要な資金の融資、こういった取り組み事例があります。また損害保険会社、その使命を果たすために災害発生時の迅速な保険金の支払いに尽力したと考えておりますし、このほかにも商品開発面での対応ですとか、リスク評価や対応策についての中小企業に対する提案などの支援、それから実際に中小企業がリスク軽減を行った場合には、それを適切に評価しまして、その評価に基づいて保険料を割り引くといった形で、中小事業者のニーズに対応しているというふうに思っております。大規模な災害が発生した場合には、金融庁からさまざまな要請をさせていただいておりまして、地域金融機関および損害保険会社、適切にその要請を真摯に受け止めて対応していただいていると考えておりますし、今回の法案に掲げられているさまざまな施策についても、我々としても中小企業庁と連携し、周知広報を行っていきたいと思いますし、業界団体とも緊密に連携しながら、一連の取り組みの着実な実施に、取り組んでまいりたいというふうに考えております。石原委員。最後になりますけど、今金融庁の方から答弁がありましたとおり、さまざまな関係機関との関与というものは重要にこれからなってくると思います。そこで最後に関副大臣にお聞かせ願いたいんですが、中小企業政策、中小企業を取り巻くステークホルダーや関係省庁との協力、政府一丸となって協力に推進する必要があると、ご答弁をいただいておりますけれども、関副大臣としてのご見解を聞いて質問を終了させていただきたいと思います。関経済産業副大臣。石原先生、ご指摘のとおりでございまして、中小企業の事業活動、本当に多岐にわたっております。中小企業庁や商工団体等によります支援だけでなく、大企業、金融機関、自治体など中小企業を取り組みますさまざまな関係者、関係省庁と連携をしまして、中小企業政策をしっかり進めてまいる決意を述べさせていただきまして、答弁とさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。
次に大